ごめんください。お兄さんですか？かっこいい。望むところです。お茶大好きです。受けて立ちます。あ、ごめん聞いてなかった。今いるのがこの辺だと思うんだけど、あの先輩って彼女とかいるんですか？仕方ありませんよ。一二定め塚がまた現れるなんて思ってもみませんでしたから。それはどこかのバカが待ち合わせ場所を伝え間違えたせいだろ。まったく、西口と東口を間違えるなんて、もしかして西と東の方角も分かってないんじゃないの？一年菅原万次です。選考基準は何ですか？そこのチャラい君、うちの女子は君みたいな軽薄お花畑野郎とはお話ししません。おや、もう夕方ですか。秋は日が暮れるのが本当に早いですね。栗は十分拾えたことですし、風邪をひかないようさっさと帰りましょう。今回は確かに僕ら B 組に黒星がついた。しかし内容においては決して負けてはいなかった。緑谷君の個性がスカだと分かればそれに応じた策を練れる。つまりだよ、今からもう一回やれば次は分からない。君の個性をコピーする。僕は主役を張れる体にない。でも名作には必ずいるものだから、主役を食らう脇役ってやつがね。わざわざ目立って居場所を教えてくれたね。僕の仲間が今早速3人を見つけたようだ。3対4だぜ。大丈夫かな。新装君もいる。密なコミュニケーションは取れない。君はすぐにでも彼らの元へ駆けつけなきゃ。新装君とこんな話をしたよ。恵まれた人間が世の中をぶち壊す、彼の友人なら教えてよ。爆豪君さ、なぜ彼は平然と笑ってられるんだ。ヴィランに捕まって平和の象徴を終わらせた張本人がさ。くもる、捕まえたよ。青山な、なあくもり、助かったよくもり。